分かった気になれ。小林古慶は本名は茂、1883年に新潟県に生まれます。少年時代に家族を相次いで亡くし、16歳の時に上京して梶田藩区に日本画を学び、古慶の画稿を授かります。古画などのお手本を模写する基礎的なこと、写生を繰り返す絵画修行を行います。彼が22歳の頃には多くの展覧会で受賞をして、若手日本画家の有望株とみなされていましたけれども、25歳の時に出品した作品が岡倉天心の国画玉成会の展覧会で落選をしてしまいます。天心は古慶に目標は高く持つことだと諭されており、天心の言葉は一生の信条になった、そう振り返っています。その後院展の中心として活躍していきます。